源氏物語、源氏物語の登場人物、全貌前棒とは、源氏物語に登場する架空の人物。棒とは、皇太子のことであり、全貌とは、前の皇太子のことを示す。ただし、前の皇太子は通常は次の帝となるため、特にある人物を、全貌と呼ぶのは、その人物が、帝に即位することなく、亡くなった皇太子であるという意味になる。 戦法もほぼ同じ意味である。源氏物語では、全法は六条宮洲所の夫で、秋吉中宮野の,の父である人物を指す、固有名詞的な使われ方をしている。この人物は、光源氏の父である、桐壺帝の道復の弟であるとされている。坂木巻において、六条宮洲所の経歴について、十六、にて呼吸に参りたまいて、二十二手遅れたて祭りたもう。 三十二手ぞ、今日また九十を見た、まひける。とあり、またその娘の年齢について、最宮は、十四二ぞ成田まひける。とある。しかしこの記述は、光源氏が四歳の時に、光源氏の兄であり、キ壺帝の第一王子である後の、須ザ帝が立望している。また、青い牧の冒頭において、代替わりがあったとの記述があり、この間は、 あとの鈴角が一貫して東宮であったと考えざるを得ない。という切りつぼ巻における記述と矛盾する。この矛盾の解決については以下のようないくつかの案がある。全貌は、源氏物語の本文中では、すでに死去した人物という形でのみ登場するが、以下の巻きで、それぞれ以下のような形で呼ばれている。ありがとうございます。